今回のお悩み相談者、学づけの木田さんでございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは木田さん、お悩みは何でしょうか。はい、そうですね、まあじゃあお悩みか、まあじゃあ本当にちょっといいですか。僕あの今クラウドファンディングっていうのをやってて、映画を撮るって言ってたんですけど、その、まあ、映画がなんかちょっと今いろいろ事情があってうまく進めてないんですよ。で、まあ、そのクラウドファンディングってお金とか集めちゃってるんで、まあ、それをまあどうしたらいいかなっていう、どうやっていきたいかなっていう、どうやっていきたいかなっていう、本当のやつじゃん。クラウドファンディングをどうしていったらいいか、70万ぐらい。おお、もう使っちゃったの全部。いや、そう言い方が悪いですよね。使っちゃったっていうか、まあそのだが、まあその映画を2つ撮るって言ってて、まあその映画が、まあ、今1年ぐらい遅れてる状況なんですし、ね、じゃあ映画のクラウドファンディングをどうしていったらいいか、どうしたらいいか、知恵を、まあ、返した方がいいんじゃない。はい、カプチの方が違います。返した方がいいと思う。1年以上待ってるんちょ、さすがに出してる人普通にクレーム言わないでください。映画もここに座ってる、映画も撮るし、お金返さないでいいから昔の流れはね、あんまり少なくした方がいいんで、ややこしくなるお悩み、映画のクラウドファンディングをどうしていったらいいか、ちょっとどうしていったらいいか、つけ焼き場になっちゃうかもしれない。はい、それではお悩み、映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかお答えください。進行状況を細かくサポートしてくれた方々に伝えて安心していただく。そうね、そうね、そうね、本当のことじゃないですか。何切れる、本当なんだよ。それは分かってるんで、トッピなアイデアとか、トッピなアイデア、一発逆転のアイデア、ありがたいな、でもそれもいいですけど。はい、映画のクラウドファンディングをどうしていったらいいかお答えください。これもうやっぱ大喜利の人に協力してもらった方がいいと思うんですよ。もうこの場でこういう風に座って木田があの口頭でストーリーを説明するチャンネルをね、チャンネルを使わせていただいて、楽しみ。じゃあ翼さんいきますか。このように映画のクラウドファンディングをどうしていったらいいかお答えください。やっぱ70万今集めてるんですよね。じゃあちょっと中途半端というか、もっとクラウドファンディングやって、もう100万ぐらいにして、100万の現金を持って、これを燃やす映像を撮って、これが映画だって言いましょう。お笑いのちょっと同時並行でやってるんで。影響出ちゃう。影響出ます。お悩み、映画のクラウドファンディングをどうしていったらいいかお答えください。集まったお金をくれる支援者の方と、なんか バスとか借りて、2泊3日でなんかスキーの旅行とか旅館とかとかで美味しいご飯とか食べて、帰りのバスで木田さんがこんなの楽しいのもう映画やん楽しさを提供しますみたいな映画のね、映画のクラウドファンディングをどうしていったらいいかをお答えください。はい、映画遅れてるお詫びをしたいですで、もう70万集めてみましょう。ね、もう一回信頼担保預けてもう一回集めてみましょう。お悩み、映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかお答えください。東映が第二新卒募集してたんで、あの映画の内側に入ってた入学院として本当に一から学びますってお悩み、映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかお答えください。ちょっと映画のことあんまりよくわかんないんですけど、リサがエンディングを歌ったら売れるとは分かんないですけど、ね、それすごいです。70なんで、僕70万って、いやまあそのお金はありがたいですけどリサは読めないかもしれない。なんか今回ちょっと配達もしてなさそうな感じが。まだお悩み、映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかお答えください。毎日走り込んでひったくりを何でもいいからお金が欲しいですって言ってますよ。映画のクラウドファンディングはどうしたらいいかお答えください。あの映画で思い出したんですけど、映画でこれなんか言ってて、あの生ガキを7個食べた後にセックスするとすごいらしい。僕の話してください。すごいらしい。すごいらしいですか。らしいよ。すごい。お悩み、映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかお答えください。やっぱなんかもっとインパクトを世間に与えた方がいいと思うんで、今その大人気の鬼滅の刃の映画やってるところに乗り込んで、一番前でダーって暴れて、こんなんがやりたいんやって。
悩み、映画のクラウドファンディングを、どうしたらいいかお答えください。もうちょっと今想定してる映画はちょっと諦めて、新しくこの70万ですっごい高いお肉とかいっぱいカニとかいっぱい食べて、木田の贅沢満腹物語。いやでもいいかも、ね、ウルトさんもキャスティングできます。ウルトラと僕の贅沢満腹物語2人で70万すごいことになります。そんなことベルが2人払いっぱい。映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかお答えください。70万円分はあるのではないかと思わせるほどいっぱい走る。出身者の努力。とにかく走ってから努力とは7分。映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかをお答えください。あのポストに入り込んで、あの切って剥がして資金を貯めてます。60円とかお悩み、映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかを答えます。最後の手段ですね。船引さんと2人で70万持って魔石に行く。どうなるんですか。全部巻き込んでる。全部を巻き込んで最後誰に気づいてもらう。はい、お悩み、映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかを答えください。もうもっとこう借金して1500万円の船を買ってですね、自殺する。死んでるじゃん。どうせ死ぬからやりたいもん。死んでる。映画のクラウドファンディングをどうしたらいいかをお答えください。結局あれだよね、サーヤが忙しいんだよね。まあもうラランドのサーヤが主演でるっていうのを言っちゃったんで、そう、ラランドのサーヤではなくペペンルのトーモに。かませません。ペペンルのトーモにかませません。ちっちゃい女ですよ。ペペンルのトーモだ。満腹物語じゃん。ペニアガール。はい、では、お悩み回答終了でございます。どの回答が一番刺さったでしょうか。お答えください。1投目の高木さんのあの細かく進捗が。ぜひ、ね、見ていただいてる方も、はい、ぜひ、お待ちしております。